あ、相当臭い。あらー、うまそう。最高。シーサッサシーサッサ、へいへい、どうもさん、こんばんは。今回ですね、夜の伝統潜りに行っていきたいと思います。前回ですね、伝統潜りに一人で行ってイカ取ってカップ麺にぶち込んで食べてみたんですけど、今回ちょっとミコもいるんでトカジャをですね取って2パターン作りたいと思います。お3枚におろして1つの切り身はカップ麺にぶち込むと、でもう片方を焼きでちょっと2パターン楽しみたいなと思います。こんな1月のね寒い、まあ、今日はちょっと暖かい方ですけど、やってよかった動画になりました。本当は早くお家帰りたいぐらいだけど、うん、それを上回る上出来な美味しさが味わえたので、もう企画続行です。あわよくばエビとかも狙おうとしたんですけど、今回ちっちゃかったのでちょっと映像映ってると思うんですけど見送ってます。じゃあ本編いきますか。はい、いってらっしゃい。はい、それではトカジャ取ってきました。1キロないぐらいですかね、サイズ感でいうと。で今回はこのトカジャをですねカップラーメンに入れて食べたいと思います。こちらですね、じゃん。吉田が沖縄そばで、ミコが日清デカうま、なんて書いてあるのこれ、濃厚コクうま醤油、多分そんな感じだよね、多分な、おそらく。こちらにねぶち込んで食べてみたいと思います。今日も寒いんで多分美味しいと思う。前と同じように3枚におろして、で贅沢に切り身だけを食べていくか。 OK、 じゃあそれではさばいていきます。はい、じゃあこちらのですねトカジャ、偽観覧ハギとはちょっと違う種類なのかな。まず3枚におろしていきたいと思います。使うのは前回同様、一刀両断 TV さんがもらったまな板ところで包丁ですね。トカジャはこっち鋭いこのなんていうの、針カミソリみたいなやつがこれ相当切れるんで気をつけてくださいね。これをまず先に落とした方がいいです。パッとね、うん、両サイドからこれとっても危ないんでね、吉田も何回か やられました。鱗残してやってみようかな。どうせ3枚におろすから。まず綿から取っていきますね。綿がすごいだろうな。うわ、出ましたね今脱粉が。うわ、臭い。こちらのトカジャ臭いです。超臭い。ギコギコしない方がいいけど、うわ相当臭いけど、油乗ってる。今回このトカジャはですね、津本式のでおなじみの津本さんに教えてもらったの、血抜き、エラ切った後海水でなるべく振った方がいいよって言ってたんですよ。魚って急所締めても自分で血を止めようとするらしいんですよ。なので振ってからある程度血出した方がいいよっていうことで、しばらく振ってみました。今ちょっと臭いって言ったのはうんこです。単純に、はい、まな板洗います。究極の血抜きまではいかなかったんですけど、ある程度香るよっていうことでエラってやってみました。出続けおった血は、あ、うん、振れば振るほどどんどん出てった。でももうある程度のところでやめないと、俺なんかも魚取りに行かないといけないから全部は出し切れなかったけど、でも振ったら振るだけ出るんだなっていうことが分かった、うん、魚が刺身とかで臭いっていうのは血がなんか腐って臭くなるらしいですね。なので血が残ると臭いって言ってたね。血が残ると臭いって言ってた。なので血の処理さえしっかりしれば臭いってことはないです。それでも美味しければもう魚が美味しくない、単純にっていうことですかね。すごいね、やっぱ、うん、言い切れるってすごいよね。うんうん、相当研究されてますね。よっしゃ、これをじゃあ3枚におろしていきます。ちょっとやっぱ鱗があるから硬いね。硬いけど死にきれろ。
綺麗だね、身はね。綺麗綺麗。これどうしようか、出汁取りで使いはするけどな。カップラーメンスペースがないんだよな。そうだね、カップラーメンに入らないから、これはじゃあおかずとして解体して家で食べようか。うん、すげえ切れるこれ、かっさべ、サクサクいくぜ。こちら家で食べたいと思います。はい、こちらなんとね、砥石もついてます。こちらやばいよね、なんか尖るという感じするよ。ちょっと手袋で、片手は滑れるんで。この部分はなんかあれだな、ちょっと切りにくいな。これも乾きます。おい、いいよ。ほら、 OK。 じゃあこちらを一回洗います。はい、じゃあさっと洗いました。これとこれを焼き目入れるか。はい、じゃあこれをカップ目に入れるようで切り身にしていきます。この辺はじゃあカップラーメンに入れるか。うん、贅沢。うん、でこれを刺身にしようか。うん、これも贅沢だね。こんなもん。いいね。オッケー、これしょ、これは刺身にしたいです。これカップラーメンにぶち込みます。これはじゃあ切り身にしてジュージューっていくか。それではじゃあお湯を散らしていきます。いただきます。はい。お、シンプルだね。これ容量入るな。先に入れようかな。うん。はい、持ってきたよ。はい、本日のこの辺から半分ぐらい取って入れて。入れます。いつも後入れが多いから、うん、今日は先入れやってみます。はい。ご切れいただきます。はい、難関のお湯入れがしました。これ難しいね、フライパンだから。あ、うまいうまいうまい。 OK、 OK。 いやー楽しみー。よし、こうしてる間に刺身食っとくか。そうだね。うん、ちょっと吉田お箸がなかったんでフォークで食べます。刺身いきます。豆乳、いい色してるね。いいね。美味しそう。それではいただきます。うん、油すごい、油すごい、うまいんじゃない。うんね、トカチャ美味しいよな普通にね。この津本式のフリフリした成果があるのかないのか分からんけど、うん、ちょっとうまいな。うん、臭くはないよな。臭くない。うん、
日が経ってないからっていうのもあるかもしれない。一応普段から俺としてまあ美味しく食べてるから大丈夫な。うまっ、この弾力ね。うん、さあ、そうこうしてる間に沸騰したんで私も入れましょうね。疲れてますね。吉田はいつもおなじみ沖縄そば、うん、そば大好きなんですよ。これ美味しいよな。うん、美味しい。ポテンシャル高いんだよな。うん、よし、入れますね。いきます。イン。おお、ちょっと多めに入れるような。うん、よっしゃ。残りはじゃあ油を敷いて、さあやりますよ。音ない、音ないし。こんなもんでいいかな。いいんじゃない。大きいのからいこうね。ちょっと水分含んでるから準備かさん。絶対うまいだろ。完食中の落としてるのこれ。これだけで終わりません。粗挽き塩コショウをたっこみます。あらーうまそう。あちっ。絶対うまいやこれ。いい音してるなあ。これラーメンぶっこまくてよくないこれ。そこまでも美味しいやつよなあ。そう、うん、100万再生いくなこれ。うまそう。すりもそうな、マジでな。塩コショウいいな。うん、香りがやばい。あー、いやラーメンよりうまそうになってしまった。メインラーメンのはずだけど。だからな、うまそうなんだけど。これでひっくり返します。やばい、ひっついてる。油引いたけどやっぱ引っ付いてくな。うわいい匂い、やばいいわ、めっちゃいい匂い、すごいな、これやば。振るんだな、正解は。おおおおお、表面焦がすか少し。そうだよ、いわゆる確定申告だ。やば、確定申告です。確定申告もんだろこれ。税金払ってけんわ。あー成功でしょ。これはうまいぞ。次からこれだな。やば、いい色してる。よっしゃ、止めるか火は。もうちょい止めよう。オッケー、煙出てきたからね。うん、オッケー。いやー、はい、これ、焦げた。どうぞ先に食べていいよ、俺5分だから。じゃあラーメン。うん、いい感じ。あ、いい感じだね。いい感じです。おお、豪快だね。これ、これ、これ。うわぁ、ラーメンもいい、またいい。醤油感。合うんじゃない？魚には、醤油系統は。めちゃくちゃ合うと思う。いただきます。はい、どうぞ。寒いから最高ですわ。うん、魚ね。あーうまい。来てラーメン。最高。よかった、当たり、当たりか。俺初めて食ったばい、このラーメン、うんうん、めっちゃうまい。ラーメン自体うまい。ラーメン自体うまい。トカジャーの切り身も最高、うん、合ってる。これも行こうか。今あったかいからちょうどいいはず。うん、ここいいかも。
正解はこれでした。あ、これが、やっぱりこれが。マジでうまい。うん、あー、絶妙。塩コショウも効いてるし。効いてる、うん、このちょっとこの焼き目、うん、焦げ感がめちゃくちゃいい。よっしゃ、次からこれでいくか。うまぁ。ひと手間、フライパンで。はい、じゃあ吉田。OK。これも多分5分経ったでしょう。オープン。紅生姜も入れましょうね。これはうまい。私、後入れ。後入れ派ね、うん。ちょっとプリプリが残る感じで。うん、で今回私、お箸ないんでこれでいきたいと思います。まずはじゃあ、こちらですね。うん、弾力すごいな。あ、ちょっとお湯というか、火が通ると、トカジャの独特の香りがしますね。うん、うまい。普通にうまい。まずこれいっていい、うん、絶対うまいな、これな。いいとこ目つけてますね。これ絶対うまいな。反則の音だろ、今の。最高。これが一番うまい。うまっ。これ焦がした方がいいやん。焦がしが効いてるよな。なじゃあこちら。ちょっとつけようかな。ホクホク。ほんとだ。塩コショウのあれが。パンチが効いてるね。こっちがうまいな、絶対な。ああ、最高。こっちがうまいわ。食べていくか、じゃあ、定点で、はい。いただきます。はい、いただきます。うまっ。全然違う。ねえ。1月でこんなのができるの沖縄ぐらいじゃない？うん。しかも今夜中な。2時過ぎてるやん。2時。やば。体張るな。ちなみに明後日遠征です。マジでやばい。今日ただ油だけどバターとかやったらやばい。ああ、いいね。バターいいね。今度やってみるか。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。美味しかったね。じゃあ一匹だけど刺身と焼き、あとカップ麺にぶち込む3パターンで食べれたね。贅沢。一匹で十分楽しめるね。漬けしていきますか。はい。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。